すごい、やば、え、すごい、ああ、お分かりですかね、はい、このレベルやってくれるんですね。なんか前の車の運転がなんかこう、なんかちょっと下手に見えるぐらいふらふら見えますね。そうですね、あの高精度地図を作ってますので非常に正確にレーンをトレースすることができます。もう今僕座ってないんですけど、ちゃんとこう微調整しながら寸分の狂いもない感じで、お、ハンドルがちゃんと動くんですね。はい、あと何より足が僕完全に今フリーなんですよね。すごいな。システムはアクセル、ブレーキ、あとステアリング、この3種類を制御してドライバーをサポートすることになります。これ今車線変更しますかって出てますけど、やってみましょう。やってみましょう。はい、はい、じゃあパドルに手を添えてください。お、勝手にハンドルが、お、すごい。あ、じゃあもう手を添えるだけでこう追い抜いていってくれるわけですね。そうですね、車線変更の支援をしてくれます。おー、すごい。追い越すとまた戻りますかと聞いてきますので。本当ですね。じゃあスイッチをしていただくと、あ、もうハンドルが勝手に、うわ、すごい。今までになかったのはシステムの方やりますかと聞いて人間がいいよとやるような、こういうインタラクティブなやり取りっていうのは非常に新しいシステムになりますね。今分岐に進みますっていうアナウンスが来たんですけど、じゃあ3回握っていただいて、はい、OK ボタンを押してください、はい、今3件つきましたので、システムはナビのルートガイドの中にここで出るっていうことが分かってます。あ、はい、だから提案してくれたんですね、はい、そろそろ出るよといいかいと聞いてくれたので OK と。減速も勝手にやってくれるわけですね。前に車が落ちてました。減速をすごい。いや、これ体験したらみんな凄さが分かるんでしょうね、これ。いや、これ結構驚きです、驚き。いつの時代も私たちは情熱的で革新的で、そして挑戦者であることを大切にしてきた。いくつもの成功もあった。しかしその裏では試行錯誤の連続だった。私たちは決して諦めない。もっとワクワクする未来を実現するために、私たちは情熱を持ってイノベーションに挑戦する。全ての答えは技術で出す。
この新型スカイラインの詳しい商品説明を車両開発責任者の徳岡よりお話しさせていただきます。おはようございます。新型スカイラインのチーフビークレンジエンジニアをしております徳岡と申します。よろしくお願いします。私の方からは新型スカイラインの概要についてご紹介させていただきたいと思います。スカイラインは常に最新の技術を搭載した技術の実感を象徴する車でした。今回の新型スカイラインでは今後の日産インテリジェントモビリティの核となる先進運転支援技術プロパイロット2.0 と進化した日産コネクション、これらを搭載し改めて日産のスカイラインであることを宣言するデザインに我々の意思を表現いたしました。まずフロントのデザインですけれども、日産ブランドを象徴するデザインの表現、 V モーションを中心といたしましたラジエーターグリルとフロントバンパーを採用し、合わせてエンブレムは日産バッジといたしました。フードから流れますダイナミックな V シェイプモーションがスカイラインのスポーティーさをさらに強調しております。リアのデザインはリアコンビを筆頭にグランドバッジ、エキゾストマフラーカッターを新しく出しました。特にリアコンビランプは大体スカイラインから付いてまいりました丸目4灯、こちらを最新のテクノロジーでよりモダンなデザインといたしております。次に新型スカイラインに搭載いたしました新技術について4つ紹介いたします。まず今後の日産インテリジェントモビリティの核となります2つの技術、1つ目が先進の運転支援技術プロパイロット 2.0 です。そして進化した日産コネクト、この2つになります。さらにスカイラインの DNA である走りをさらに磨き上げる技術といたしまして、新型 3.0 リッター無力ツインターボエンジン、そしてシャシー性能の向上になります。1つ目のプロパイロット 2.0 はナビと連動した高速道路ルート走行機能で、ルート走行中に車線変更や分岐の運転支援機能、追い越しの運転支援機能、そして同一車線内でのハンズオフの、これらの機能をパッケージング化した世界初の運転支援システムになっております。なお同一車線内でのハンズオフはドライバーが常に前方に注意し、道路、交通、自車両の状況に応じて直ちにハンドルを確実に操作できる状態に限り動かされております。このプロパイロット 2.0 は当社が20年代積み重ねてまいりました運転支援技術、予防安全技術のノウハウと実績を結集し、より使いやすく進化させております。具体的には正確で滑らかな運転支援が可能になります 3D 高精度式データ、そして最新化高性能化されたセンサーによる360度センシング、分かりやすい乗務表示と使いやすい操作を目指したインテリジェントインターフェース、これら3つのキー技術が組み込まれております。まずは今回日本初採用となります3D 高精度式データは、道路形状、アクセル情報、交通標識等が3次元で高精度にデータ化された地図データのことで、この地図データと GPS を用いることにより自分の車の位置をセンチメートルの高い精度で把握できます。これにより正確で滑らかなステアリング制御が可能になります。合わせまして今回スカイラインの高性能なステアリングと組み合わせることで狙った走行ラインを高い精度に追従でき、より安定した安心の運転支援制御が実現できております。またこの地図データを用いることで
カメラで見える範囲のその先の道路形状を先読みした多原則制御というのが可能になっております。さらに正確に自社の位置を把握できますことから、レーンレベルでの走行計画ということが可能となります。続きまして、インテリジェントインターフェースについてですが、360度のセンシングにより自社周囲の状況およびシステムの状態、これらをドライバーにリアルタイムにメーターあるいはヘッドアップディスプレイ上に表示いたします。また今回ドライバーモニターを採用し、ドライバーが運転中にしっかり前方を見ていくということを常に確認し、よそ見を検知した場合には警告をいたします。ドライバーとシステムの対話型インターフェースについては具体例を用いて説明いたします。こちらに見えますのが、車線変更時のインテリジェントインターフェースのシーケンスの具体例です。360度センシングにより自社周辺情報が得られますが、これからシステムが車線変更が可能であると判断した場合には、メーターやフェードアップディスプレイ上にグラフィックとメッセージにより車線変更ができるという提案をしています。ドライバーはその提案に対し、ステアリング上にあるボタン、これを操作することで提案を承認するという形をとります。システムがその承認を確認した上で、ウインカーを点滅させて車線変更が開始されます。こういったようなシステムとドライバーのやり取り、対話型のインターフェースを公開採用しております。以上、プロパイロット 2.0 は正確で滑らかで安定した運転支援により、運転の疲労を軽減し、より安全で安心な運転を提供する世界最先端の運転支援技術と自負しております。次に2つ目の進化した日産コネクト、こちらは毎日の生活をもっと安心でワクワクさせるというコンセプトのもと、4つのエリアについてサービスを拡充していきます。まずもっと楽しく、こちらは車内 Wi-Fi サービスのドコモインカーコネクトなどの車両エンターテインメントを充実させていきます。次にもっと安心に、こちらは車に関する不安、これをどんどん減らしていきたいと思っています。さらにもっと快適に、これは OTA による地図データの自動更新のように従来の不便、これを改善していきます。そして4つ目、もっと賢く、ドアトゥドアナビのサービスがこちらにあたります。いくつかのキーコンテンツについて紹介させてください。まずもっと安心からプロパイロット緊急停止 SOS コール機能についてです。こちらはプロパイロット作動時にドライバーモニターから警告が仮に出た場合、警告が出てもなおドライバーから意識的な反応が得られなかった時には、システムが自動的にハザードランプを点灯して自社のスピードを減速させて停車させます。そしてシステムが自動的に専用のオペレーターにつないで、専用オペレーターが通話によりドライバーの安否を確認した上で、必要に応じて現場に警察、救急の救援を要請するサービスになっております。こちらはですね、もしもの場合の安心を提供するサービスであります。次にドアトゥドアナビですけれども、こちらはスマートフォンの車両のナビ、こちらを連携させてシームレスに目的地まで案内するサービスです。スマートフォンのアプリから目的地を送信いたしますと、スマートフォンが車のある場所まで案内いたします。そして車内のナビゲーションを立ち上げるナビ画面に表示されるポップアップ、こちらはいと押していただきますと、ナビゲーションに目的地がセットされます。目的地周辺の
駐車場に着きますと、スマホ、ナビゲーションからまたスマホに遷移されまして、スマートフォンが最終目的地まで案内する、こういった機能です。従来に対してよりスマートな、まさにドアトゥドアの案内ができるサービスになっております。このように日産コネクトは従来車ではできなかった、できなかったことを可能にして、車でしかできない安心とワクワクを簡単で使いやすいサービスとして拡充していきます。次に3つ目の技術、スカイラインの走りをさらに向上させます。新型 3.0 リッター V6 ツインターボエンジンです。このエンジンは環境に配慮しながらシャープなレスポンスと圧倒的な出力トルク、これを同時に実現する高性能エンジンで、400馬力というのはスカイライン史上最大のパワーとなっております。すでに導入しておりますアメリカでは2年連続テンペストエンジンというのを受賞しておりまして、非常に高い評価を受けております。この高性能を支えるキー技術についてご説明させていただきます。こちらにある2つ、まず小型タービンを採用いたしましたシンターボシステム、そして水冷インタークーラー、これらは同社が日本市場に初めて導入する技術で、いずれもターボエンジンにおきましてシャープなレスポンスと圧倒的な出力トルクを同時に実現するためのキー技術になっております。以上、新型高性能エンジンは走りにこだわりのあるお客様にもきっとご満足いただけるものと確信しております。最後に4つ目、シャシー性能の向上、こちらはスカイラインの運動性能をさらに飛躍させる技術です。従来よりスカイラインに採用しておりますステアリングバイワイヤーのダイレクトアダプティブステアリングラス、こちらを専用チューニングいたしまして、その応答性と、トレース性能、こちらを高めるとともに新たに採用いたしました制御サスペンション、インテリジェントダイナミックサスペンション IDS との緻密な相互性により、乗り心地とハンドリング性能、これをより高い次元で両立しております。こちらの動画は凹凸のあるコーナーを受ける際の車両の挙動を示しております。制御のない状態に対して制御ありの場合は車両の上下挙動が小さく、その収まりも速いことが見ていただけると思います。下にそのグラフを示しておりますが、黒線が制御なし、赤線が制御ありの状態です。先ほどの新型エンジンとこのシャシーの採用により、スカイラインの DNA である走りにさらに磨きをかけております。以上、新型スカイラインの概要について紹介をさせていただきました。日産の決意をデザインに表現し、新技術を組み込む魂を込めて作り上げた製品に仕上がっております。より多くの皆様に新型スカイライン、そして日産の最先端技術をご体感いただきたいと思います。ご清聴ありがとうございました。